はい、2022年8月13日の鹿児島市内を走りながら生きる力の野外授業。はい、いつものようにね、生きる力、昔を知らなきゃ始まらない。今日はね、全盛期の天文館、1960年代ね、そのね、そう、下の方にほらパチンコ屋さん出てきたでしょう。そのパチンコ屋さんの話になります。実を言うとね、パチンコ屋さんにはね結構詳しいんだよ。なんでかというとね、高校1年の1学期からね、高校3年の夏休み前ぐらいまでね、あ、毎日じゃないよ、たまにね、パチンコ屋さんでねアルバイトしてたのよ。でもね、今回はね、その話には触れません。当時のね、全盛期だった頃のね、天文界隈のね、パチンコ屋さんのみの話になります。最近はあれだもんね、パチンコ屋さんか何なのかわからないっていう、なんていうの、店。昔のパチンコ屋さんっていうのはね、ここはパチンコ屋ですっていうのがね、分かるようにね、でかい文字でね、バン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 ってやったのよ。ってネオンサインがね、こうわーって走ってたりしたけどね、最近はそういうのがなくなったね。まあ君たちはパチンコ屋さんに行くことはないんだろうけども、まあ何かの時を、気をつけて見てごらん。今のパチンコ屋さんってこんなに綺麗になったのっていう感じ。あ、天文館のパチンコ屋さんがあったってのは、ここ天文館電停だけど、ここの左側、ここにね、ものすごい数のあれがあったんだよ。なんていうの、パチンコ屋さんが多いというよりもね、いわゆる繁華街におけるパチンコ屋さんの割合がね、飛び抜けて多かった。日本一じゃないかな。で、当時を知ってる人に聞いてごらん。おじいちゃんとかね、まあおばあちゃんはどうか知らないけど、おじいちゃんなんかはね、結構行った人がいるかもよ。ね、天文館がその全盛期時代、他にもあったんだよ、いろんな要素がね、映画館とかね。でも今日はそのパチンコ屋さんに、あれを絞って話をするけど、今でも多いみたいよ。だからあれだよ、その50年60年前のパチンコ屋さんが多かった頃を知らない人でも、まあ君たちが行くわけにいかないから、他の人に、他の人って誰か知ってる人に聞いて、天文館の電停から無邪気ぐらいね、あの辺りのパチンコ屋さんは結構あるんですかって言うと、どれぐらいだか教えてもらえるよ。でもその何々パチンコってないからね、いや、パチンコに興味がない人はそこがパチンコ屋さんとは知らずに通り過ぎるかもしれないですね。あ、昔はね、パチンコ屋さんの前を通るとね、チャーンチャーンチャンチャラッタチャン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 チャラッチャっていうね、軍艦町の音が必ず聞こえてきたのよ。そしてね、そこの前を通るとね、特に夏、冷房のね、店の中を冷やすわけさ、店内をね。で、そのね、あれがね、バーッとこう、天文館を歩くだけでね、そういうね、軍艦町と一緒にね、冷房のあれが来た
感じだよ。だから今日の動画はね、一つね、天文館は異常にパチンコ屋さんが多かった、これだけ覚えておいて。はい、じゃあねー。